ね、福丸。ソファーが届きました。見えますか、この真っ白ソファー。なんかヒゲだけすごい映ってるか。おー、あー、カメラの目の前に、カメラの目の前に来ちゃってますね、福丸が。あー、痛い。福丸どいて、福丸どいて、こっちおいで。福丸、福丸で何も見えてないよ。マリアのこと見せて。届きました、福丸が。邪魔だね、これね。今日の髪型かわいいよね。似合うんですよ、多分まで。わあ、落ちてるじゃない、福丸。登りなさい。逃げられます。ああ、すごい逃げられた。待っちゃうな、これ。すごいな。大変ですよね、メイクさんとかさ、こういうさ、難しい髪の毛とかした時さ、踊るのにさ、こんなにすごく踊る公演だからさ。あー、ダメだ、もうこれが出ちゃうわ。長いやつが出ちゃうな。ここに入れればいい。ダメだ、出ちゃう。すごいこれだけ気になっちゃう。そう、めちゃめちゃピンついちゃうんですよ今。髪型これのままです。今日はこの髪型をしてました。明るくしよう。よいしょ。家が鏡も届いたし、ソファーも届いたので、もう家が、家、自分の部屋がちゃんとお部屋になりました。私のお部屋が完成いたしました。嬉しい。もうね、なんかソファーをもともと自分の部屋できたら買おうと思ってて、このソファーいいなーと思って、なんかちゃんと長さも調べて、家に、この部屋に入るちょうどいいでかさだと思って買って届いたら、思ってでかくて、あの部屋、自分の部屋がすごく狭くなりました。びっくり。すごく自分の部屋が狭くなりましたが、本当にマリアが横になれるぐらい狭いんです。あ、広い、大きいんですよ、ソファーが。カーテンが開いている。まあ、ちゃんと白いのつけてるからいいんですけど。白のソファーいいでしょ、すごいでかいよ。なんか2人2人掛けって書いてあったんだけど、多分 3人ぐらいいける。今日はメイクがうまくいきました。メイクがとってもうまくいきました。アイメイクがかわいいでしょ。わ、何これ、
リラックマが来た。スージェーさん、ありがとう、ありがとくん、アリックマ、アリラックマ、アリ、ありが、ありがとうございまっくま。すごい、なんかリラックマとコラボしてるんですね、今。はなちゃんへの手紙も、クルタへの言葉も素敵でした。ありがとうございます。嬉しい。なんかさ、はなちゃんの手紙を書いてて思ったんだけど、なんかマリア冒頭とか言えるようになっちゃったんだって。なんか、え、大人じゃないって思いました、自分で。あ、すごい、福丸が走ってきた。わ、そのネズミで遊んでくれてるの？絶対福丸遊ばないと思ってるけど、可愛くて買ったネズミのおもちゃで遊んでくれてる。嬉しい、嬉しい、福丸、マリアちゃん嬉しいよ。うん、ちょっとそっか、よいしょ。すごいすごい騒いでます、そのリレー、福丸が。すごくテンションが高いですね。司会もバッチリだったし、大人になったなーって。やったー、大人になりました。中盤曲のダンスめっちゃ好き、わかる。マリアも100年先すごい好きです。おーおー、どうしたの福丸。びっくりした今、何があった？何が、おお、大丈夫か、登れる？そうで、いつもここ登れなかったのよ、福丸、ずっと急に登れるようになっちゃった。まあ100年先でもの、ここが好き。あと仲直りとしてみたかった、なぜそんな日も、なんか好き。そうか、ここ店始めてからも初めてショールームするのか。ここ店の話とかもいっぱいしたいですね。じゃあ、そう、ここ店はミルルン散歩時です。嬉しい、見る見る。ユニットはおニューです。おニューはもともとセンターが黄色のポジション、センターが黄色の衣装なんですけど、 HKT ということで変えるってなった時に、私が先輩なので衣装さんが一番に選ばせてくれて、ピンクも一応着てみたんですけど、なんかあの、なんか薄いピンクならいいんですけど、おニューのピンクって結構なんかパキッとしたピンクじゃないですか。逆になんか顔色がめっちゃ黒く見えちゃって、黄色にしますって言って黄色にした。私黄色にしますって。衣装さんもだと思ったんで、もうマリアサイズにしてます、ありがとうございますって。でピナちゃんは青が良くて、クルタンはピンクが良かったから、ちょうどなんかあのいい感じになったなと思って。でマリアさ、全体じゃない、前半の4曲も黄色でさ、おニューも黄色でさ、アンコールも若干黄色み強いじゃないですか。この公演ほぼ黄色しか着てないんですよね。
片足立ちの体幹の強さにビビった。え、マリアビビった。なんかマリア結構片足って立つの苦手なんですよ。で、何回も結構グラグラってしたことあるんだけど、本番でグラグラ一個もしたことないの。本番に強いのかもしれない。そう、選べたんです。嬉しかった。前半の色合いはあの衣装さんが全部決めてました。それまでもともと自分のペンライトカラーが黄色とピンクで、黄色とピンクどっちも好きなので黄色で、で嬉しかった。リボン、まーさん足こんな上がるってなった。やだ、キスの製造庫見られちゃった。どうする、売られちゃうかもよ。含まる男とチューしてるって、オスとか、オスとチューしてるってああ、福丸が来るからここ開くのか。ラブラブすなって書かれた。で、何の話してたっけ。福丸が可愛すぎて忘れちゃった。足上げるやつか。そうそう、前もともとマジで足上がんないんです。で、結構あれももう必死に足上げてるんだけど、ダンスの先生に誰か分かんないけど足上がってなかったんだよねみたいな、体硬い人いるって言った時に、葵ちゃんが秒でマリアのこと指さしたので、あ、言わないでってなって、そっからそのリハから葵ちゃん指さされたので、マリアもう必死に葵ちゃんと同じ高さに上げるようにしてます。でもさ、やっぱやればさ上がるんだよね。自分ではびっくりした。いつも葵ちゃんとエミリーさんと同じぐらい上がってるじゃないですか私。やっぱやればできるんですよ。めっちゃ調子乗る。やればできるんですよ。でも本当にフッっていう声を出してやってます。いつもフッって言いながら。バドガとかも本当に。前バレエのこう形が一番苦手なんですよ。だからもう本当にその一回マリアスタジオ借りて一人で実演した時があって、ほぼもうドガに費やしたっていうのは盛りすぎましたけど、結構ドガに費やして、なんかいい形、こういう時に首をどうやって動かしたらなんかちゃんとしなやかに見えるかとか結構研究した。そう、クルタンはずっとバレエしてたから回るのとか上手だよね。マリアもそれぐらいになれるように、あのスタジオを借りて、スタジオをあのずっと一人で何周も回ってました。さすがに衣装投げるストレージじゃなかったね。そうですね、まあ、こういう世の中だっていうのもあるしね。コードで遊ばないで。練習期間どのくらいだったの？練習期間は、で、目撃者公演が終わってからここ点だったので結構ギリギリというか、思って時間がなかったかも。振り入れが何日か、1週間ぐらいで終わって、ギュッとするとね、振り入れが本当に1週間ぐらいで終わって、そっから振り入れから2週間ぐらいいたんですよ、片目リハまで。で、片目が2回でゲネプロだったので、結構タイトスケジュールだったから本当に
本当にもうスタジオ初めて借りたぐらいだったから、そうだね、すごい頑張りましたので。でもなんかやっぱ俺人がいるとこでその自分で自主練習するのがあんま好きじゃなくて、結構一人でなんか黙々としたいんですよ。なんか同じ振りをさずっとさ、なんか形どんな形がいいかなってさ、こうやってこうどうだと思う、ここが違うか、こっちかな、こうかなとかやってるのをさ見られるのってちょっと恥ずかしいじゃないですか。だからなんか一人でスタジオを借りて黙々とできたのがすごい嬉しかった。最後の一緒の数字って意味ある、あれ誕生日になってますよ。不毛の寝転がるところかっこよくて好き、あれすごいよね。マリアもいつもなんか自分で回ってるの不思議だもん、なんで回れてるんだろうって。遊ばないのコードで、クワルがコードで遊ぶ、コードダメって言ったでしょ、クマル、あなたコードでダメって言ったよね、クマルくん。そう、914になってます私ね。最近マリアはよく含まれるリップ塗ってるからさ、含まれにいつもこうやってで食べてます、含まれの頭。めちゃ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 チューしてくるんだけど、福丸が、いや、どっちたの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 、うん、どっちたの、おー痛い、爪取りだな。はい、いってらっしゃーい。どっちか行くと何も見えないのよ、うん、かわいいでしょ。はなちゃんに近寄れんくなるのでは、それがちゃんとコロコロとかしてるので大丈夫です。はなちゃんは猫アレルギーだから、猫それ以外も猫アレルギーのメンバーって結構いて、その猫アレルギーのメンバーに支障がいかないようにちゃんとあのパーカーとか 上はベランダじゃない玄関で脱ぐようにしたりしてます。あと玄関にコロコロをちゃんと設置してますね。福丸は毛長いからすぐ抜けちゃうんですよ。だから本当にさ、あーティッシュダメだよ、ティッシュで遊ぼうとしてるね。まあ遊ばせとくか。寝返る時のメンバーって意外と多いよね。すごい痛い、毛が。もう僕は遊んじゃダメだよ、しばらくここでないの寂しいね。わかる、寂しいよね。
ぬいぐるみティッシュかわいい、かわいいでしょ。これハウステンボスで昔ママといた時に買いました。ここでやりまくりたいのに。あービリビリにしたティッシュ、やめて、ビリビリにしないで。たまる、これで鼻拭こうじゃん、やめて。ビリビリにされました。はるちゃん花粉症だからティッシュ大切にして。19日ここで生で見たけど、マリアの表情の切り替えがすごすぎたって嬉しい。練習した甲斐がありました。あー、ゴミ倒さないで。深まる、なんでそういうことするの。ゴミ倒しちゃダメでしょ。こら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 、持ち上げるじゃん。ゴミ倒された。最近やんちゃなことすごく、もうダメって言ったじゃん。何してるの。ここでさ、不毛がさ、最後に来るじゃないですか。不毛、あーもう、やめてよ、やめてよ。悲しい、やめて。不毛でさ、一番最後のにさ、すっごい踊るからさ、もうさ、ヘトヘトになる、なりそうなぐらいさ、ってやるからさ、あんなヘトヘトの状態でさ、なんか床で回れてたりするとさ、回れてるって思ったらすごいよね。困る、もうそんなんするなら知らないからね。あ、情熱ハイウェイもね、めっちゃね、体力消耗されますね。まるダメ。なんで今日はそんないたずらっ子なの。福丸、福丸がいたずらっ子です。今日はいつも以上に興奮してやるでしょう。福丸、ここに収まっときな。最近の福丸はここに収まります。ラジオネームのウェーブが難しいけど、あれさ、めっちゃ早いもんね。ほら、もうこれにな、含まる。おやすみなさい。逃げる。じゃあバイバイ言ってお客さん。今日は猫の日なので福丸の日でした。バイバイ、いってらっしゃい。19日公演行ったけど、公演終わり終わった後に足に力入らなくなるくらい幸せだったよ。大丈夫かそれは。嬉しい、よかった。今回の公演さんは結構さ、上手側が多いよね。
下手の花道とか本当に 秒しか行かない、秒のなんか本当3秒ぐらいしか行かない。結構上手率がさ、男子曲は上手が多いのかな。不毛が100年先も全部上手ですもんね。上手が多いです今回。そう、お前移動めっちゃ多いの。みんな見てほしいんだけど、リボンなんて似合わないの1サビ終わりのマリアの移動と2サビ前の移動すごい多いから、もうね走り回ってます私。リボンなんて似合わない時、リボンなんて似合わないってさ、って初めての星と100年先した後だからもう結構ヘトヘトじゃないですか。でも走り回らなくちゃいけないからもう誰よりもうわーって移動してる。ウィー、たまに間に合わないもんね。初めての星の花ちゃんと向き合うところなんかやってるでしょ。あれはちょっと変な顔してます私。やりたいことさあやってみて。びっくりした。いや、いいかな。うん、ママがチュールをあげるみたいです。今日はチュールあげてない。明日は久々のオフなのでゆっくり休みます。花粉飛んできたね。ねえマリア、本当に花粉やばくてさ、昨日の花ちゃんのさ生誕もさ途中でエミリーさんとやばいって喋りながら鼻を髪にさ一瞬吐きましたもんね。私お手紙読むからさ、もう鼻水垂らしてダメだと思って。花ちゃん髪伸ばした方がいいと思う？マリア今の長さ好きだな。花ちゃんリボンなんてもなんてチアガールみたいで可愛いね。可愛いよねあれ。マリアも大好き。マサのクヨタのイメージは何だったのか気になる。確かに今日ボード書いてないもんねマリアね。あのね、なんだろうな。いっぱい出てるからな、あれでかぶっちゃダメじゃん。いっぱいあるからね。マリクルかな。絶対違う。そう、マリアがあの生誕祭の司会すると思ってなかったからびっくりしました。福丸は今ねママにチュールもらってます。風がすごい目が乾く。はなちゃんのバレンタインの魔法可愛すぎたね。あれめっちゃ可愛すぎたよね。めっちゃうまかったよって。よかった。チュール依存症毎日あげてないですよ。でもなんか前もともと猫のご飯って2食でいいと思ってたんだけど、まだちっちゃい時って 3,4 食あげないといけないらしくて、それを知らなくて前2食だったんですよ最初で、なんかすごい泣くなって思ったの。なんかすごいご飯のこと見て泣いてくるなって思ったら、ちっちゃい時はもうちょっとご飯あげてもよかったらしいので、チュールとかおやつとかなんか歯磨きご飯とかあげてます、その2個のご飯の合間とかに。おいで、ふくまりゅう。おいでおいで。痛い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 。チ
シュール食べてご機嫌です。あー、聞いちゃった。福丸は絶対高くなります将来。ずれてる？ちょっと待ってね、一旦更新押すわ。どうだ、やりたいことをさやってみてごらんよ。いて、いた、いたい、福丸。まあ、最近マリアの足で爪取りするんです、福丸。すごいテンション高い。固まった？マリアが動いてなかっただけかも。今オンライン撮ろうか迷っとる。待っております。福丸初めてお目にかかれました。本当に初めての星って16人やないやな。そうですね、 NMB だと初めての星が7人で、まあ、100年先も本当は16人じゃないんですけど HKT 仕様になりました。9、初めての星が9人で100年先から16人バージョンになりました。マサさすがにユニット中にお弁当食べたことない。食べたことないです。私お腹とか痛くなっちゃうから時間がある時に食べます。リハが終わってすぐぐらいに食べて本番の2時間か 2,3 時間前ぐらいにはご飯食べ終わりたいなって感じ。マリアちゃん初めてオンラインとオフラインを撮りましたって嬉しい、待ってます。マリア動いてないと、動いてない方更新ボタンを押してほしいね。眠いですか？ちょびっとだけ眠い。古典終わりはね、眠くなりますね。オンライン絶対可愛いしか話せないけど許してね。嬉しい、可愛いって言われたら嬉しいので嬉しいです。何このポーズ。こうしようと思ったのにこうなった。すごいテンション高いぞ福村が。ベトナム行く準備してる。明日しようかなと思っております。ココテンと目とどっちが疲れる？ココテンかな、わかんない。制服の目は慣れたからあんま疲れなかっただけかもしれないけど。そう、ベトナム暑いらしいのでね、夏服を私は用意しなくちゃいけないですね。何がそんなに気になるの？今日メイクうまくいったか落としたくない。マリアのオンライン気になるって言ってる人いたからおすすめしといてよって嬉しい、ありがとうございます。画像とかもね作ってくれる方がいっぱいいて嬉しいです。コ
古典はジャンプの他にもひねる系とかも多いイメージ。確かに100年先とかさ、もうずっと手回してるからさ、一時期なんか腱鞘炎みたいに痛かったもん。俺こうやってやるのがすごい苦手だったから、ずっと練習してました。知ったな、若干できるようになった。葵ちゃんがそれ得意そう。葵ちゃんめっちゃ得意なの。だから葵ちゃんが作るダンスとかよくこういうの入ってます。あなたとても可愛くて才能があります。私はブラジルからのファンです。だって嬉しい。ブラジルでありがとう、わかんないけど Thank youI love you. World debut, おめでとうだって。イエイ。ジッパーやってほしい。いつかまではね、ジッパーしたいですね。落ち着いたの、深まる、やっと。やっと落ち着いたの。ひょうなの、福間流。落ち着いたの。落ち着いたの。もうここ触ると眠くなっちゃうの。もうトロントロンしちゃって。あー眠たい。眠たいね。あー寝ちゃうね。あー寝ちゃう。ここで一時行かないつもりだったけど、衣装があまりにも可愛いから行くことにした。いいねいいね、来てください。でもね、3月こんもうね、最近っていうかないらしいんですよ、長らく。寂しいです。だからマリアさん、花ちゃんと飼いたくて家族も引っ越したん？マリアはママと暮らしてるので、猫飼いたいっていうのもあるし、花ちゃんと帰りたいっていうのもあって引っ越しました、ママと二人で。いやー、ダランってなっちゃってる。ダランってなっちゃってる。花ちゃんと帰ってます。全く一緒ってわけじゃないけど、猫何歳？猫3ヶ月です。かわいいね。ね、寂しい。ここでいっぱいしたい。福丸コメント読んでるかもね。すーごい、もう眠たいね福丸。マリアの手の中に収まってます。とっても可愛いから見せてあげたい。3ヶ月でかい。でかいよね福丸、多分すっごい大きくなると思う。手がでかいんですよ。大きい猫ちゃん、かわいい。寝ちゃった。ね、イブキンちゃんの猫でかいよね。ネイル見せて。マジかわいいの、ネイル。
今めっちゃギャルみたいじゃなかった。マジ可愛いのネイル。鼻息すごいな。そう、いつもはネイリストさんのところです。どうしても天使の羽がつけたかった。福丸も花粉症なの？鼻詰まってるよね。暖房はつけてないです。寝ちゃった。かわいい。ベトナムに持っていこうかな、連れていこうかな。くまでもね、もう完全に寝ちゃいました。寝ちゃった。その髪型の大変そう、大変そうだった。メイクさんが、私やってないかわかんないけど、でこの髪型結構好きで何回かやってるので、久々になんかお乳の服が似合いそうだなと思ってやりました今回。君はもっとできるの髪型はもうちょっと上のお団子かな。このお団子でなんかピロピロって出してます。これは何ヘアを取るんで、下ご団子。食べちゃいた。うなってるのは含まれです。私の鼻じゃないです、いびきです。含まれのね、体勢が可愛いから見せてあげたいんだけど iPad が届かないっていう。あーごめんね、目覚めちゃったね。あー全然見せないね、ごめんね。はい、寝な寝な寝な。ここするとすぐ寝ちゃうから。もう2月終わるんか。早いね。早いよね。下のお団子めちゃくちゃ好きな髪型だから嬉しいやって、ありがとうございます。これ12時になったら自動で切れるよね。それまでリパート触んなくていいか。クマルが起きちゃうからね。ここ点コールできると思って盛り上がるね。早くコールできるようになってほしいですね、本当に。今夜目覚ましかけずに寝る感じ。うわどうしよう、確かに久々のオフだ。目覚ましかけないで寝ちゃおうかな。でも福丸がねご飯って泣くからね、そこで一回起きるんですよ。でまあもうね、福丸に対してね、ご飯欲しいの、そっか福丸よって喋ってるから、そのママの声がでかくて目が覚めるんです、いつも。ねえ、触るの嫌だった？起きちゃったね、ずっと触りすぎた福丸。ここ寝なしゃい。まだわかんないですけどね、いつかコールできそうだったらぜひ皆さん復習しといてください。福丸ちゃん寝相とかあるの？福丸寝相めっちゃ悪いです。確かにお乳とかおーって言ってくれたらめっちゃ嬉しいわ。いや、みんな声枯れちゃうんじゃない？メイ
イちゃんの髪は猫の耳のように見えます。これは帽子です。本当はこういう状態です。なんかずっと帽子かぶってたからか恥ずかしいんだけど、かぶり直せなくなっちゃった。福丸には右この左手持って帰ってるからさ、枕で。なんか恥ずかしいんだけど脱いだら、なんか裸になった気分。なんかすごく裸になった気分なんだけど、帽子外したら。なんか俺こんな顔の形だったっけ、こんな輪郭だったっけ。なんか恥ずかしいよ、困る、どうしよう。なんか頭こんなへこんでた、アマリア。なんかぺっちゃんこだよね、俺こんな頭だったっけ。すごいぺっちゃんこに感じるんだけど。あら、起きた。急に起きたじゃん、あなた。急に起きちゃ、あーそうよ、ね、やめてやめてやめて急に起きた、福丸が。ありがとう、福丸が起きたらこれがつけれるわ。これになりすぎてさ、すごい頭がぺっちゃんこに感じた。びっくりしちゃった今。あとめっちゃ毛が舞ってる。あと机で寝直した、福丸。マリアの手が温かかったのかな。最近机で寝るんですよ、福丸。多分冷たくて気持ちいいんだと思う。いつも劇場に着てってるリットちゃんの生徒お揃いなので嬉しいので、おしゃべり会買います。だって、やった、待ってます。マリア、これさ、すごいさ、丈感がさ、長くて可愛くてお気に入りだから、いっぱい来ちゃうんだよね。まだ福丸は生で見たメンバーいないです。公演がちょっと落ち着いたらメンバー呼ぼうと思ってたので、もうじきメンバー呼ぼうかなと思います。そういう髪型だと思ったらつけてたのね。そうです、本当はこんな、なんか恥ずかしい。やだ。なんか恥ずかしい。ズボン外すの。あ、ズボンじゃない。ズボンは外したらそりゃ裸やもん。帽子外すの恥ずかしい。ズボン脱ぐぐらい恥ずかしいって言おうと思ったら先にズボン言っちゃった。頭がさ、パカッと取れたみたいだよね。かわいいでしょ、福丸。猫の耳だよ。マーさん、デッドボディ見たい。大変そうだよね、あれね。マリアも可愛いネイルできなくなっちゃうね、やったら。鼻がかゆい。丸がびっくりしてます。くしゃみして。花ちゃん何度も狙い、めっちゃ似合うよね。わかる、花ちゃんの曲みたいぐらい似合う。猫アレルギーではないです、花粉症なんです。
ベッド行くの？鼻で息できなくなっちゃった。鼻で息できなくなっちゃった。鼻で息ができなくなっちゃった。来週の福岡花粉がやばいって言った。マジ？やだ。一昨日ぐらいから花粉がやばくて、マリア本当に鼻水が止まんないし、目もかゆいしで最悪です。はなちゃん早くお家に来てくれるといいね。はなちゃんは来れないんです、猫アレルギーで。だから猫ちゃん福丸をお家にお迎えする前にはなちゃん呼ぼうかなって思ってたけど、全然お部屋が段ボールだらけで呼べませんでした。ヨーグルト食べまくってたら花粉症少し良くなって、まあ、寝る前にヨーグルト R1 飲んでるのに全然ダメだ。最近寝る前必ず R1 飲んでるんですよ。その花粉症治るってのも効いてるし、お腹のなんか調子も良くなるから寝る前に飲んでるんだけどダメですね。鼻水が垂れちゃいそう。すいませんね、もうジュビジュビと。一旦ちょっと鼻を拭こうかね。髪はしないけど。よいしょ。花粉症ってマジどうしようもできないから辛いね。そうなんですよ。薬もさ、めちゃめちゃ完全に治るってわけじゃないじゃないですか。だからさ、どうしようもないのよね。福丸は鼻詰まってそうだけど大丈夫？よいしょ。よいしょ。蛇腹っていうみかんみたいなのが花粉にいいね。そうなんだ。ダメだ。終わったら精一杯鼻を噛みたいと思います。よいしょ。福丸がマリアの机の上で落ち着いてる。鼻かみすぎると鼻くられる。わかるね、福丸。確かにまだ軽い方だけどね。これでさ、もうどんどんさ花粉症がひどくなったらもう私はもう外に出ません。福丸と一生を過ごします。立ちたいの？福丸くんでした。まいまい、いってらっちゃい。よいしょ。
花粉症の薬は定期的に買えないと効かなくなる。マジ？まあ、いやもう結構な期間同じあれだわ、使っちゃってるから効かなくなっちゃったのかな。鼻焼くやつとかあるよね、あれ痛そうだよね。やば、57分じゃん、やばやば。生身タイムスタート。すっかり忘れてた時間を見るの。鼻後半ほぼ鼻水の話してない、してしかしてないけど大丈夫かな。吉弘さん、和樹、今時、光ちゃん、はるか、やまぴーゆー、博多の山、めいちゃん、さら、今時、かけるるる、こてつ、あすか、大君、みわちゃん、ひしゃおたん、しま、せまるしか、ぐち、てり、ともはん、ゆう、終了。13位、博多の山さん、12位、桂さん、11位、せまるしかさん、10位、たいくん、9位、香港テリーさん、8位、あすかさん、7位、赤いパプリカさん、6位、はしもっちゃん、5位、しまさん、4位、ひかりちゃん、3位、ゆうちゃん、2位、はるかちゃん、1位、すーじぇーさん、ありがとうございます。今日は猫の日でした。少しはしましたでしょうか。高丸でも赤かった。高丸呼んでなかった。マジランダムに呼んでるかわかんないや。猫の日、あと1分で、あと30秒で終わってしまいますね。明日はゆったりとお休みしたいと思います。たくさん見てくれてありがとうございました。福丸は今爪研ぎをしていますね、どこかで。ゆっくり休みます、ありがとう。またね、みんな。次はもうベトナム行った後かな。ベトナム楽しんでまいります。来る方はぜひ一緒に盛り上がりましょう。またね、おやすみなさーい。いい夢見てね。終わらない、12時過ぎても終わらない。そういえばマリアの配信って終わらないんだった。ちゅうことで自分で切ります。またね、おやすみなさい。